も出血が認められます。これがナビ？かわいい。あんた、ずいぶん性格が変わったね。何改まってんのよ。そのお人形さんは空中に表示されている映像ってわけ。これでも随分上達したんだよ。ナビの話、また大変ですか？ホログラム投影装置付きの人工知性体ですか。最近 CM をよく見ますけど、大したものですね。こんなに表情が豊かだなんて思いませんでしたよ。ホログラムって？立体映像のことよ。ゆうこさん。つまり、そのお人形さんは空中に表示されている映像ってわけ。へえ、ゆうこさんって物知り。お、話題の二人さんの CM だぜ。この番組は未来をリードする。コンピューターは進化する。私がウルカ、炊事も掃除もできないけれど、あなたの小さな友達です。コンピューターが進化した。人とコンピューターは一つになれる。マルチメディアインターフェース、オルカ。オルカ。いいなぁ。あやかも CM に出てみたいよ。そうすれば、ナビちゃんみたいに彩香も何かもらえるかもしれないのに。人気も出るし。浅ましいのよ、あなたは。あ、そっか。もとこちゃんったら、めいちゃんが羨ましいんでしょう。あなたのそういうずぶとくて無神経なところが気に入らないのよ。それぐらいにしておきなさい。気が高ぶってると霊に食われてしまうわよ。ほら、もとこちゃんの後ろに悪霊がいるわ。悪霊？カンナ？いい加減なこと言ってカンナを脅かさないで。このエセレー能力者。ちょっと、カンナもカンナよ。あなた、こんなことでいちいち気絶してたら、今日の撮影なんてできっこないでしょ。仕事だよ仕事。こう見えても女優なんだからね。今日は怪奇特集番組の収録。タイトルは怨霊の館に挑むだって。なんていうか
B 級映画みたいなタイトルだよね。ロケ地にはもうすぐ到着しますから。ナビは MEC 社から発売される人工知性体、商品名はオルカ。次世代のマルチメディアインターフェースとしてあらゆる情報を提供と同時に完全なインタラクティブ性を備えたパートナーなんて説明をメーカーさんから聞いたけど、はっきり言って理解できないよね。僕がその CM に出演したことがきっかけで、メーカーさんからもらったのが、最初はろくに会話もできなかったよね。でも最近ではギャグも覚えてきて結構楽しいんだな。これがもとこと同じプロダクションの子らしいけど、会うのは初めて。性格はもとこと実に対照的。階段が苦手らしいけど、まさか気絶するとは思わなかった。佐々木さんは雑務担当の新人。気さくな人でとても話しやすいんだけど、一流大学のオカルト同好会で黒ミサやってたって噂も聞いてるぞ。僕と同じプロダクションに所属している子役女優が彩香。なんていうかちょっと抜けてるところがあって結構世話がかかるんだけど、まあそれが彩香のいいところなんだよね。もとことは以前に一度共演したことがあるけど、気が強くて今一つ馬が合わないんだよな。綺麗な人だよね。優子さんは霊能力者、自称してるだけだと思うけどね。やっぱり怪奇番組に霊能力者は欠かせないってところかな。沢田さんはカメラ担当。本人には悪いけど27歳にしては老けて見えるよね。ロケバスを運転しているのがアシスタントディレクターの白木さん。携帯電話で話し中だけど顔色が悪いように見えるな。何か。照明担当の篠田さんは気難しい顔をしてほとんど喋らない。よくわからない人だよ。ディレクターをはじめとするメインのスタッフはもう一台のバスで先にロケ地に行ってるんだよね。今頃は撮影準備に追われてお忙しなんじゃないかな。どうした白木、なぜバスを止める？まだ着いてないだろう。あの、今ディレクターから連絡があったんです。どうもメインスタッフのバスが道に迷ったみたいで到着が遅れるみたいなんです。本当に？撮影が遅れるわね。ええ、すみません。お前が謝ることじゃない。遅れるんなら仕方ないだろう。とりあえず俺たちだけでも先に行こうじゃないか。うわぁ、いかにも何かいますって感じだよね。木造の2階建て、ずいぶん古い建物みたいだけど、さすがに崩れそうな様子はないね。静かだね。僕たちの声以外は何も聞こえないよ。何が出てもおかしくないような廃墟だね。彩香、ドキドキしてきちゃった。
影響ですか？難しい言葉ですね。あやか、ナビちゃんより頭いいんだもん。ゆうこさん、どうしたんです？ぼーっとしちゃって。あ、ごめんなさい。なんでもないの。なんでもないのよ。カンナ、しっかりしなさいよ。このぐらいで怖がってちゃ、女優にはなれないわよ。でも怖くて気が遠くなりそうなの。また気絶した。ちょっとメイ、見てないで手伝ったらどうなの？大丈夫、気絶してるだけよ。それよりもどうするの？そうですね、とりあえず洋館の中に入りませんか？いいや。おいおい、そう困らせないでくれよ。どうせ撮影は中で行うんだし、メインスタッフたちが来るまでに準備は済ませておきたいんだ。ま、怖いんなら一人でバスに残っててもいいんだがね。冗談でしょ？怖いわけないじゃない。うへー、雰囲気バッチリ。楽しそうですね。あれ、ナビちゃん怖いの？言葉に詰まってるよ。いいえ、そんなはずありませんです。ただ上手に話せないだけです。ふーん、もっと勉強しなきゃね。ねえねえメイちゃん、ちょっと歩き回ってみようよ。それじゃあですね、メイ、十字キーを押した方向に歩けますです。それから人に接触しているときに1ボタンを押せばですね、その人に話しかけることができます。気になる場所を調べたいと思ったときも、その場所の前に立って1ボタンを押してくださいです。あとですね、2ボタンを押せばコマンドが表示されます。十字キーでコマンドを選んでからですね、1ボタンを押してくださいです。どうした、あんまり勝手に動き回るなよ。はあ、困ったことになりました。まさかこんなことで撮影の予定が狂ってしまうなんて、はあ、噂にたがわぬ雰囲気。ところで知ってますか、この屋敷で20年前に何が起こったか。あのね、佐々木さん、いい加減なこと言わないで。ったく、不謹慎なんだから。態度悪い。いいんですよ、気にしてませんから。ゆうこ、苦しくないですか？スタッフのみんなが重い機材を持ってるからってのはわかるんだけど、女性の優子さんに気絶したカンナを運ばせるなんて。心配してくれてありがとう。でも大丈夫、私から言い出したことだし、こう見えても力はあるのよ。趣味の悪い洋館ね。
ずいぶん古いみたいだけど、崩れたりしないでしょうね。おい、あんまり勝手に動き回るな。いよいよ降ってきましたね。白木、部屋に案内してくれ。下見に来たことがあるのはお前だけなんだからな。あ、はい。こちらです。ついてきてください。メイさんと彩香さんはこの部屋を使ってください。メインスタッフたちが着くまで自由にしてくださって構いません。それじゃあ失礼します。やった、自由時間だって。ねえねえ、館の中を探検しようよ。カンナ、気がついたんだね。よかった。ごめんね、迷惑かけちゃったけど、でも、もう大丈夫だから。ベッドは柔らかいね。ホコリだらけだけど、キャンプに来たと思えば悪くないか。おや、メイさんたちもいかがですか。ジュースならたくさんありますから、遠慮なく飲んでください。あ、いただきます。はい、どうぞ。喉が渇いたらいつでも言ってください。それじゃ、失礼。ところで、これからどうするつもりなの。彩香たちはね、館の探検に行くんだよ。楽しそうね。でも気をつけた方がいいわ。レイが騒ぎ出してるから。は？レイですって？いい加減なこと言って、カンナを怖がらせないでよ、エセ霊能力者さん。行きましょう、カンナ。ふん、どうも嫌われちゃったみたいね。でも本当に気をつけた方がいいわよ。他の人たちは？スタッフはロケバスまで荷物を取りに行ってます。他はすみません、僕も知らないんです。立派な鎧だね。青いラインが気に入らないけど。そうかな、彩香は綺麗だと思うけど。この剣なんか本当に切れそうだよ。お化け屋敷なんかだとさ、こんな鎧がいきなり動き出すんだよね。
よく動くね。そうね。それにしても綺麗な音色、なんか懐かしいわね。ずいぶん古いオルゴールだね。持ってる手がこんな小さな留め金で支えられてるんだ。ぶつかったりしたら、留め金が外れちゃいますです。この剣、歯がついてるんだもん。切られたら死んじゃうよ。それにしても暗いわね。電気もつかないのかしら。どうしたの？外に何かあるの？うん、篠田さんたちが作業してるの。こんな雨の中なのに。風邪をひかなければいいんだけど。しかし、荒れ果てた部屋だよね。なんだか知らないけど、絨毯にも黒いシミが残ってるし。沢田さんたちは大変だね。ねえねえ、もう中に入ろうよ。ないな。手伝ってあげるよ。あったあった。ペンダントってこれでしょ。よかった。めいちゃん、ありがとう。小さな写真だね。彩香のお父さん。うん。お仕事が忙しくってあんまり会えないから。ねえ。めいちゃんのパパは？刑事だったんだけどね。5年前に死んじゃった。あ、ごめんね。
雨は止みそうにないね。本当に撮影できるのかな。木が傘代わりになってるね。あそこにあるのは何です？井戸みたいだね。ポンプが設置されてるんだよ。電動のポンプみたい。電気が来てないから動いてないね。電気が来ても動くかどうか怪しいものだけどね。鍵がかかってるね。このドアは開かないよ。物置みたいだね。この部屋、なんか変な匂いがするよ。石油か何かの匂いみたい。あと小さなドラム缶があるです。小さなドラム缶？変な言葉だね。軽油みたいだね。何かの燃料だったんじゃない？これはボイラーみたいですね。そりゃわかるけど、大掛かりすぎない？お湯を沸かしたり、暖房に使うとしても、こんな大きなボイラーが必要だとは思えないんだけど。それにしても大きすぎるよね。発電機でも兼ねているのかな？それにしても、大きな釜だね。なんだろう、この白い石。骨ですよ。骨？何の？それは、わかんないです。それにしても、大きすぎるよね。浴室か。シャワーでも浴びたい気分だぞ。しかし汚いトイレだね。まあ誰も掃除なんてしてなかったんだから当然だろうけど。さすがに無理か。水が出ないんだもんね。そ
それにしても暗いわね。ったく、電気もつかないのかしら。鍵がかかってるね。このドアは開かないよ。ドラム缶があるです。小さなドラム缶？ナビ。MEC 社から発売される人工知能。ベッドは柔らかいね。他の人たちは？スタッフは他はすみません。作業こんな雨の中なのに。沢田さんたちは大変だね。ねえねえ、もう中に入ろうよ。Thank you.
ぶん古いオルゴールだね。傘代わりになってるね。電動のポンプみたい。電気が来てないから電気が来ても動くかどうか怪しいものだ。なんだって骨があるんだ。なんだって骨があるんだろう。それにしても大きすぎる。小さなドラム。鍵がかかる。鍵が。それにしても暗いわね。ったく、電気もつかないのかしら。
他の人たちは？スタッフはロケバスまで荷物を取りに行ってます。他はすみません。うわぁ、剣を持ってる手がこんな…うわぁ…
さすがに無理か。それにしても暗いわね。
これ発電機だよね。これが動けば電灯がつくんじゃない？小型の発電機みたい。燃料は軽油を使ってるみたいだね。これを動かせば館の明かりがつくんじゃないかな。この紐を引っ張れば動くみたい。よっと。ふう、動くわけないか。燃料が入ってないんだもんね。あの発電機を動かせるんじゃない？な、何？今の音。廊下の奥に何かいます。軽油を使う小型発電機。軽油はあるけど壊れてないといいんだけどね。軽油を入れてっと。やったなんだって骨があるんだろう。とかってすごいのよ。ほとんど真ん中に当てるんだもん。もとこ、何してるんでしょうか。あらあら、このおちびさんはダーツも知らないのね。この矢をその的に当てるのよ。的の中央に当てれば高得点ってわけ。もとこってすごいのよ。ほとんど真ん中に当てるんだもん。それほどでもないけどね。危ない。え？わあれ？ポンプが動いてる。発電機が動き出したからかな。出ないんだね。これじゃシャワーなんか浴びられないよ。風邪ひいちゃうもん。
ずいぶん広い今ね。ほんと、うらやましい。あ、ゆうこさん、そんなソファーに座ったら衣装が汚れますよ。え？あら、やだ。私なんてバカなことしてるのかしら。お風呂でもあればいいんだけど、探してみようかな。それじゃね。ゆうこさんって抜けてるよね。あんたには言われたくないよ。ずいぶん古いオルゴールだね。どいてろ。外に出てるんだ。お願い、私たちだけにして。メイたちは外に出ててよ。見たんですか？しまった。僕も見たかったのに。シャワー室は見つけたんだけど、水が冷たいのよ。はあ、こんな古い館じゃお湯が出ないのも当然かしらね。仕方ないから諦めるわ。そっか、ボイラーに火が入ってないからお湯が出ないんだ。それにしても大きすぎ。モトコがダーツ得意だったなんて知らなかったな。
幽霊を見やっぱりこの館には霊がいたわ。ガガーン、優子さんも見たの？残念ながらはっきりと見たわけじゃないけど、緑色っぽいものが2階の廊下を横切っていったわ。鳥肌が立つくらい強烈な霊気を感じたし。沢田さんたちは大変だね。ねえねえ、もう中に入ろうよ。これ以上つきまとうな。カンナ、メイ、お願いだから外に出てて。ゆうこさん、ここで事件が起こったのよ。事件？この床をご覧なさい。まさか血？そうよ。あなたたちは何も聞いてないのね。この館で起こったことを。ゆうこさんは知ってるの？詳しくはないけどね。この館には魔術師が住んでいたの。人里離れたこの屋敷で男は幾度もおぞましい実験を繰り返してきた。誰も知らない隠し部屋で行われた血の儀式。でも驚くべきことは、その行為を家族の目から隠し通してきたことね。男は家族の前では自然を愛する良き夫を演じ続けてきたの。でもそれもいつまでも続かなかった。全てを知った妻が警察に連絡し、夫に罪を償うべきだと。だけど男に罪の意識なんてあるはずがなかったのよ。そして男は
自分を裏切った妻を。またまた、彩花、怖くなっちゃうよ。20年も前の出来事だけどね。ここは怨霊の館。あなたたちも気をつけた方がいいわよ。今に良くないことが起こる。私には分かるのよ。それにしてもメインスタッフたちは遅いですよね。いくら道に迷ったからってそろそろ到着しても良さそうなんですが。これは血痕かな。つまりあの事件はこの部屋で起きたわけだ。どんな儀式をしてたんだろう。佐々木さんって変。あのさ、佐々木さん、あの事件って20年前の事件を知ってるの？ええ、20年前までこの屋敷には魔術師が住んでたんです。彼は不死の研究や悪魔の召喚を何度も試みたそうなんですけどね。儀式に必要な血を得るために多くの動物の命を奪い続けていたんです。最初のうちはね。最初のうち？そうです。一向に進まない研究に彼は苛立ち、その行為はさらにおぞましくエスカレートしたんです。すなわち人間の女性の命を。さて、彼には妻と幼い子供がいました。長い間彼は家族から自分の正体も彼の続けてきた血の儀式のことも隠し通してきました。ところがある日とうとう妻にバレてしまったんですね。泣き叫ぶ妻を縛り上げ、彼女の血で寝室に魔法陣をかき上げた後で。そうですか。ここからがいいところだったのに残念だな。気分が悪くなってきたよ。それで結局その魔術師はどうなったの？死にました。は？妻が警察に電話してたんです。警察が駆けつけた時すでに妻は殺されていました。その傍らで男も息絶えていたらしいんですよ。警察の発表では断信した男が妻と無理心中を図ったってことになってますけど。果たして真実は。佐々木さんって結構危ない人だったんだ。沢田さんたちは。ねえねえ、
願い、一人にしてほしいの。素子、何も聞かないで。あなたたちには関係ないことよ。ふんだ、せっかく心配してるのに。大きなお世話よ。綾香、あんたのそういう無神経さが嫌いなのよ。ベーだ、素子なんて死んじゃえばいいんだ。ね、ちょっとトイレ行ってくる。うにゃー、あやか、大丈夫？トイレが汚い、嫌だ。大きなボイラーだぜ。この釜なら人間が一人ぐらいは楽に入るんじゃないか。トイレが汚い、嫌だよ。もう言ったでしょ、あなたには関係ないんだから出てってちょうだい。みっともないところ見せちゃってごめんね。少し落ち着いたみたい。ちょっと綾香、どうしたって言うの？だってあのトイレ汚いんだもん。綾香ね、外でしてくるからめいちゃんは戻ってていいよ。後で綾香の部屋に戻るから。じゃね。ああ行っちゃったよ。なぜだ、魔術関係の本が一冊もない。全部全部自然学や動物学関係の本ばかり。ちくしょう、楽しみにしてきたのにな。あれ、白木さんに沢田さん。お疲れ様です。準備は終わったんですか？それどころじゃないんです。は？何かあったんですか？さっきメインスタッフから連絡があった。雨で崖崩れが発生し道が通れなくなってしまったらしい。だからここへ来ることができなくなった。ということは撮影は中止だ。それだけじゃありませんよ。道が通れなくなったってことは僕たちも帰ることができないんです。ちっ、また降ってきやがった。なんだ、何があった？素子、どうしたの？
幽霊が…え？幽霊が出て…カンナを…カンナを…つまり、こういうことだな。お前さんとカンナは、地下室から聞こえてくる物音に興味を持って、地下へ降りた。ワイン庫に入った時、目の前に緑色の幽霊が現れ、それが襲いかかってきた。幽霊はカンナを拉致し、そして彼女ともども姿を消したと。間違いないか？ええ、そうよ。間違いないわ。うん。まあ何にせよ、カンナが行方不明になったんなら探すしかないだろうな。とりあえず手分けして探そうじゃないか。俺は地下のワイン庫から当たってみるとしよう。白木、お前は他の連中を探してこのことを伝えてくるんだ。元気がありませんね。気を落とさないでね。気を落とす？私が？冗談でしょ。可愛くない性格だね。お互い様よ。ダイニングルームでね、聞こえたのよ。何か、そうね、重いものを引きずっているような、よくわかんないけど、ズズズって感じなのがね。それから？それからって、それだけよ。ちょっと怖かったけど、誰かいるのかと思ってね、地下へ降りてみたわけ。それでね、気絶したカンナをほっとくわけにもいかないから、カンナを抱き起こそうとしてしゃがんだんだね。そう、そしたら幽霊が襲いかかってきて私を突き飛ばしてきたのよ。おかげでほら、こんなに汚れてしまったわ。最初の扉を開けたとき、樽が並んでるのが見えたわ。多分ワイン庫だと思うんだけど、そのすぐ後に。うんうん、そのすぐ後に甲高い叫び声のような音がして、目の前に緑色のもやが見えたのよ。それが人の姿をしてるって気がついたときには、さすがにびっくりしたわね。カンナなんかその場で気絶しちゃってさ。それからのことはよく覚えてないわ。頭を打ったみたいで気を失っていたのかもしれない。気がついたらカンナも幽霊も姿を消していたわ。ほら、あれよ、黒板を引っかいたような音。あれより少し低めの音だったかしらね。それにしてもよく地下へ行く気になったね。真っ暗だったんじゃない？明かりも持たずに行くわけがないでしょ。私が懐中電灯を持ってたのよ、白木さんから借りたやつをね。元子汚い。おだまり。突き飛ばされたって言ってるじゃない。へえ、最近の幽霊は人を突き飛ばすんだ。うるさいわよ、あなたも。突き飛ばされたんだからしょうがないじゃない。突然
目の前に迫ってきて押し倒してきたんだから。目の前に迫ってきた？いない。篠田さんと佐々木はどこに行ったんだろう。ゆうこさんもいない。どこ行ったんだみんな。こりゃ期待外れだったかな。魔術師が住んでたって話だったから専門書のいくつかぐらい見つかるかと思ってたんだけどな。佐々木さん、何のんびりしてるの。え、ああ、メイさん。ああじゃないよ、大変なことになってるんだから。実はね、で、カンナが行方不明なの。そりゃ確かに大変だ。こうしちゃいられないか。僕も探してみますよ。これはずいぶん古い写真ですね。ここにもいない。はどうしたんだろう。遅いですよね。もう戻ってるといいんですけど。ボイラーが動いてるよ。ボイラーが動いてる。これならお風呂にも入れるね。はあ、でも、のんびりしてる場合でもないと思うんですけど。暑くないですか？大丈夫。熱っ。うわ、かなり激しく燃えてるね。釜の壁にバーナーが取り付けられてるね。それが燃えてるんですか。でもおかしいですね。バーナーを使うタイプなら釜を開けられる必要がないと思いますけど。パンでも焼いてたんじゃない。それにしてもナビ、ずいぶん上手に喋れるようになったね。えへへへへ。釜は閉めておいた方がいいと思います。そうだね。つまずいた。懐中電灯？これにつまずいたんだ。
ぜこんなところに落ちてるんでしょう。そうね。でもよかったんじゃない？これで暗闇も怖くないっと。なんだ、メイも来たのか。捜索は俺たちに任せてくれていいんだぜ。状況って言ってもな、見ての通り酒樽が並んでるだけでね。カンナも幽霊の姿もありゃしない。ただこんなものが転がっていたがね。ジュースの缶？二人が幽霊に会った扉のあたりに転がってた。まあ誰かが捨てただけだろうがな。その缶もらえます？これを？いやそれは構わんが、大して手がかりになると思えんぞ。しかしお前さんも物好きなやつだね。まあ好きにするがいいさ。メイ、あなたもカンナを探しに行ったらどうなの？ちょっと、何覗いてんのよ。シャワーを浴びるんだからとっとと行ってよね。篠田さん、どこ行ってたんですか？カンナが。聞いた聞いた。ったく、どいつもこいつも血相変えやがって。心配しないんですか？俺の知ったことか。ダメですよ、カンナさんどこにもいないんです。僕の方も全然ダメ。ところでさ、これを見てほしいの。ジュースの缶ですよね。まだ新しいものでしょ。ってことは僕たちの誰かが飲んだものだと思うんだけど。
佐々木さん、ジュースを配ってたよね。これ誰に渡したか覚えてない？そりゃ確かに僕が配りましたけど、いくらなんでも覚えてませんよ。元子さんか優子さん、このお二人にはそれぞれ一本ずつ渡してますけどね。あれ、メイさんにも渡しましたっけ？うん、覚えてないか。やっぱり何の手がかりにもなりませんね。すみません。ううん、いいの。ごめんね、変なこと聞いちゃって。メイさんはタフですね。僕はもう怖くて情けない。これは？冗談じゃないわよ。誰があなたなんかと。俺が大切なのはお前だけだって。信じられるとでも思ってるの？カンナの次は私、私の次は綾香、それともメイかしらね。出てって、出てってよ。何してんのよ。出てってよ。元子、聞いてたのね。じゃあこれで分かったでしょ。お笑い草だわ。私ともあろうものがあんな奴に踊らされるなんて。メイ、次はあなた。ううん、彩香の方かもね。気をつけた方がいいわよ。鍵がかけられてる。そっとしておいた方がいいんじゃないでしょうか。そうだね。彩香はどうしたんだろう。遅いですよね。随分古い写真。よう。
困ったよ。どこを探してもカンナが見つからねえんだ。メイさんの方は何か分かりませんでしたか？ほう、何を根拠にそう思うんだ。ナビ、誰かのせいだなんて分かりませんでしたよ。これだと思う根拠を選んでくださいね。しかし、ジュースの缶が何の証拠になるんだって？誰が捨てたのかもわからないんじゃ、人のせいにするわけにもいかんよ。結局、カンナに関係しそうなことは何もわからんか。もう一度、館中をくまなく探すしか。おいおい、こんな時に停電か？停電って、一応自家発電ですよ、この屋敷。助けられなかった。そんな嘘。ねえねえ、彩佳、起きてよ。目を覚ましてよ。メイさん、彩佳さんはもう。嘘よ。これは。目障りなんだよ。とっとと消えてよ。落ち着けめ。ナビに八つ当たりしても仕方ないだろう。死んだ人は戻ってこないんだ。違う、彩佳は死んだんじゃない。殺されたのよ。これを見てよ。彩佳に刺さってたんだよ。彩佳の血がついてるんだよ。これでもまだ彩佳が死んだって、幽霊がダーツを投げたって言うわけ？違う、彩佳は誰かに殺されたんだ。優子さん、今までどこに？え？どこに？ってバスの中にいたんだけど、どうかしたの？あ、彩佳ちゃん。彩佳さん、どうしたんですか、一体？おい、白木、篠田はどうした？いや、どうしたんでしょう。僕も知らないんですが。そうか。残念なことだが、事故があった。
綾香が2階から転落してな、不幸なことに亡くなられた。そんな。しっかりしろ白木、お前は警察に連絡してくるんだ。それからメインスタッフにもな、崖崩れの復旧作業の状況も聞いておけ。いいな。はい。大丈夫ですか？ありがとう。でも。ともあれ、あとは警察が来るのを待つしかないな。みんなは部屋に戻ってていいぞ。ここには俺がいるから、メイ、君は休んだ方がいい。彩香ちゃん、かわいそうに。沢田さん。の、ご苦労さん。で、どうだって？それが、崖崩れの復旧は朝になりそうで、警察の方も道が通れないから来ることができないって。ヘリは？連絡をつけるのに時間がかかるそうです。それにたとえ連絡がついても悪天候のためヘリを飛ばすのは難しいって。なんてこったい。朝まで待てってか。彩香を部屋に運んであげようよ。え、いや、しかし。だって朝までこんなところにいるなんて。そうね、このままじゃいくらなんでも彼女がかわいそうだわ。沢田さんだってそう思うでしょ。なあ、わかったわかったよ。ったく、二人しておじさんをいじめやがって。で、どこに運ぶんだ？僕たちの部屋に。それでいいのか？うん。まるで眠ってるみたい。不思議だよね、涙も出ないんだよ。僕、悲しくないのかな。悲しいはずなのに。ねえ、彩香、本当に死んじゃったの？ねえ、目を覚ましてよ、お願い。許せない、許さない。見つけてやる、彩香をこんな風にしたやつ。警察なんかに任せてられないわ。僕が必ず。ナビ、聞いていたでしょ。状況は分かってるよね。彩香を殺した犯人を僕たちの力で見つけ出す。協力してくれるよね？はい。まず事件の内容を整理しなくちゃね。そうですね。これまでに2つの事件が発生していますけど。カンナさんが行方不明、通報者は元子で、カンナさんはまだ見つかっていません。事件当時、カンナさんのそばには元子しかいませんでした。元子の証言では、二人がダイニングルームにいたときに地下から物音が聞こえたんだったよね。はい、重いものが引きずられるような音とのことです。彩香さんは玄関ホール2階、胸にダーツの一撃を受けた形跡が。犯人なんてまだわからないよ。
綾香と仲が悪かった。決定できる証拠はありませんよ。でも絶対に犯人じゃない人が二人いますよね。確かに沢田さんはナビたちと一緒にいたんですから犯人じゃありませんよね。でもそれなら佐々木さんだって犯人じゃないと判断できると思いますが。え、彼が犯人じゃないなんて言い切れないと思う。え、彼女が犯人じゃないなんて言い切れないと思うんですが。男たちが幽霊に襲われたっていう場所にジュースの缶が落ちてたんだよね。でも結局誰が飲んだものかも分かりませんでしたし。地下への階段を降りたところに懐中電灯が落ちてましたよね。落ちてたけど元子も懐中電灯を持ってたって話でしたし、あの落ちてたのが元子のものかもしれませんよ。だとするとなぜ扉のそばに落ちてなかったのかしらね。犯人なんてまだわかんないけど、でも疑わしい人はいるよね。誰と誰でしょう。それじゃあ篠田はどう。カンナさんとの間で問題があったみたいですからね。確かに動機はありそうですよね。幽霊も疑わしいんですか。手当たり次第に選んでるような気もするんですが。それにしてもカンナさんも疑うなんてすごいですね。この事件が狂言だってことですか。篠田さんに心配してほしくてっていう動機があるんじゃない。なるほど。元子が疑わしいのはナビも認めるでしょ。そうですね。事件当時カンナさんのそばにいた人ですからね。ゆうこさんは館の外にいたんですよ。動機も証拠もないと思うんですけど。忘れちゃったんですか。沢田さん、動機も証拠もないと思うんですけど。それじゃカンナさんとの間で問題が。地下への落ちてたけど元子も懐中電灯も。だとするとなぜ。そして幽霊。そうです。その時にはカンナさんは気絶してたみたいです。そして最初の扉を開けたら。はい、ワインクに。そして甲高い叫び声がして。そうですね。甲高い叫び声ってのは黒板を控えたような、もう少し低めの音だって言ってましたね。よくわかんない表現だね。で、よく覚えてないそうです。
頭を打ったみたいで気を失っていたのかもしれないって言ってましたよ。気がついたらカンナも幽霊も姿を消してたって、うん、彩香の事件は僕の目の前で起きた。沢田さんと佐々木さんと話してる。はい。彩香の叫び声が聞こえた。彩香が2階の廊下を走ってきてテラスの欄干にもたれる。怯えてた彩香の表情、忘れることなんてできないよ。彩香が泣きながら助けを呼んで、振り向いた彩香さんが小さく叫んでのけぞりました。おそらくこの時にダーツを胸に受けたんだと思います。そして欄干が崩れて、あ、彩香は落ちた。暗くなってふと上を見上げたら淡い緑色の人の姿をしたものを見た。幽霊でしょうか。もと子たちが見たのも緑色だったって話ですけど、共通点があるわけだ。もしかしたら同じ人物の仕業かも。彩香さんが落ちる瞬間に館の電灯が消えました。そうだったね。あれ？でも今はついてるな。なんか幽霊の仕業にも思えてきますね。ああ、ごめんなさい、今のは冗談です。わかればよろしい。彩香を間接的に殺害した凶器としてダーツが見つかり、犯人なんてまだわからないよ。彩香と仲が悪い。決定できる証拠は、ちゃんと真面目に考えてくださいよ。え？彼女が犯人じゃないなんて言い切れないと思う。彼が犯人じゃないなんて言い切れ、え、彼女が犯人、確かに沢田さんとさ、え、彼が犯人、え、か、え、彼女、二人がダイニングルームにいたときに地下から物音が聞こえたんだったよね。はい、重いものが引きずられるような音との、地下から聞こえた音に興味を持って二人で階段を降りたと言ってましたが、男たち、でも結局犯人なんて、それじゃカーナさんとの間で忘れちゃったんです。動機も証拠も、
動機も証拠もないと思う。元子が、そうですね。それにしても篠田さんに、なるほど。よし、考えるのはここまでにして捜査を開始するよ、ナビ。はい、ん？何？先ほどはすみませんでした。メイの気持ちも考えずに、無神経なことを言ってしまって、ナビは機械だから、悲しいとかそういうのが分かんなくて。ううん、僕も言い過ぎたよ。怒鳴ったりしてごめん。ところでさ、ナビ、あなたいつの間にかずいぶん上手に話せるようになったね。メイと喧嘩して、でも嫌われたくない、どうしようってずっと考えて、こんなに一生懸命に考えたのはナビが作られてから初めてだったんです。ナビ、ずっと考えてたから、だから言葉も上達したんですよ。と、ありがとう、ナビ。なんだかとっても嬉しいよ。さてと、元気を出して調査を始めようか。じゃあね、彩香、少しの間一人にしちゃうけど許してね。必ずあなたを殺した奴を捕まえるから。